皆さんこんにちは。こんにちは。コモンズ東進福本です。いいでございます。それでは早速2019年9月の運用報告を始めさせていただきます。まず初めに9月の運用状況の総括をいいさんの方にお話をいただきまして、その後コモツサーティーファンド The 2020ビジョンと個別のファンドの運用状況についてお話をさせていただきます。最後にあの今後の見通しという流れで進めてまいります。 9月の運用状況なんですけれども、コモンズサーティーファンドは6.90%の上昇となりました。ザ2020ビジョンは3.92%の上昇。ちなみにベンチマークではありませんけれども、市場全体の平均を表す日経平均は5.08%の上昇。トピックス配当込みは6.04%の上昇。東証マザーズ指数は4.14%の上昇と。 なりました9月、振り返ってみてどういったマーケットでしたか、はいえー、と9月はですねあの、まあ、株式市場、結構上がったんですけれども7月、ちょっと振り返りますと7月は、はいえー、米中の,あの対話が進むんじゃないかということで株価が上がって、うん、それから金融政策も、えー、金融緩和とアメリカ利下げだというようなことで上がりました。うん で8月に入ると一転して米中の緊,張あの緊張が高まるということで全体下がりまして9月になるとまたあの少し対話が進むんじゃないかともう本当にこう乱高下がまあ今年ずっと1か月ずつこう様変わりと。 まあいうようよな状況でして、まあ、その中で9月はかなりり上がりましたで9月特色の一つはですね債券の市場がですね、うん、なんとなくピークをつけた感じはするんですけれども日本の国債の利回りが例えば10年の利回りもマイナス0.2とか0.3とか沈みましたとでドイツの30年の国債もマイナスの利回りになりますと。うん スイスの50年の国債も、えー、マイナスの利回りになるということで、うんえー、年金の運用ですとかそれから生命保険会社の運用ですとかって必ずあの債券は一定程度つけか中心に買わないといけない、うん、というところはもう買いようがないぐらいのうん、うん、買ってもどうしようもないというようなところまで、えー、金利が低下してましてで、えー、じゃあその中で世界中いろんな えー、アセットの中で何が、えー、安全なんだっけ安心なんだっけって言って見回したときに、えー、例えば配通り回りで、えー、日本のメガバンクですと4%超えてるとーで PBR も0.4%台ということなのでかなりある意味ではあの下値不安そんなにないんじゃないかと。う で配当利回りで買おうじゃないかというような動きが債券運用の代替というようなニュアンスでですね少し入ってきていましてで結果的にえ銀行株ですとかあるいはトヨタ自動車も3%ぐらいの利回りがありますのでえそれは20年の日本の国債買っても0.2%しかないぞといった時にえまあトヨタとか。 あるいはメガバンクとかで 3%4% の利回りはまあいいんじゃないかということで株式の成長性ということではなくて他のアセットとの比較で利回りで買えるとまあいうような機運が非常に高まった月でしてえそういった意味では大型株がまあ上昇しましてトピックスは非常にこう久しぶりにガンと上がった。逆にあの小型株株ですとか成長株は、えー 相対的に出遅れた、うん、まあ遅れたというような形になってまして、うんえー、マザーズもそんなに上がらなかったという形ですので、うんはい、コモンスターティファンドは、まあ、市場平均に比べてもさらに上がりました、うんでまあ、逆に2020ビジョンの方は、まあ、小型株が入ってる部分、うんえー、そこまで上がりませんでしたというような月になったかなと思っています。うんはい ではあのなぜ、まあ、今のお話ですと、はいえー、株式が相対的に買われたと、はい、株式の本来の価値例えば企業業績であるとかそういったことを背景に上がったとっいうことではないということなので、まあ、今後の見通しについては一番最後のところでまたお伺いできればと思いまますすでではは、えー、ここからはですね各ファンドの運用状況についいててお伝えしてまいります。 はい、それではです、ね、サティファンドの運用状況について、もう少しお話したいいと思います9月の月間のリターンは6.90%ということでありましたけれども、主にパフォーマンスの面で貢献した銘柄はです、ね、SMC、それから日記、堀場製作所といったところが14、14%強、それぞれ値上がりをしたという状況になっておりまして。 どちらかというと、グロース銘柄といいますか、輸出関連といったようなところが、パフォーマンスが良かったのかなと思っています。一方で、下落した銘柄では、ヤマトホールディングス、それから資生堂、価格クコムということで、国内内需系の銘柄がやや売られたというような状況になっています。 でまあ、9月はそういった形で,です、ね、トピックスでの大型株で、でしかも輸出関連、あるいはハイ取リ回りといったような銘柄が先行されて買われたということでありますが、えー、個別銘柄ですね、えー、と今月は9月9.49%上昇しました、くられについて、担当アナリストの原島さんよりご説明いただきますすお願いいたします、はい、運用部の原島です。 先日クラレの事業説明会というものがありましてそちらに参加してまいりましたので今回はその中で話のありましたプランティックというバイオマス由来のガスバリア剤とあと自動車関連事業の今後の戦略について簡単にご紹介したいと思います。プランティックはでんぷんを原料とするフィルムでして主に食肉等の食品包材フィルムとして、まあ、使われております。 でこの用途でも当然今後成長が期待できるんですけれどもバイオマス由来ということですのでまだまだ用途の拡大というのが今後期待できるのではないかというふうに考えております。でまた自動車関連事業については同社はもともと耐熱性樹脂ですとかガラス中間膜などあの技術優位性のある製品群を有しているんですけれども。 EV 化や自動運転といった大きなトレンドの中でさらに採用される製品の点数が増えていくことが想定されます。で社内の横串機能を強化するような取り組みも行っていますので、まあ、その成果が出てくるとさらに成長が加速できるのではないかというふうに考えています。 8月に第2四半期決算発表をした際に、通期の業績予想をそれぞれ下方修正しておりまして、まあ、その影響もあって、このところ株価は弱い状況が続いておりましたけれども、9月は先ほどありました、マーケット全体の上昇基調に乗って上昇しております。 下方,方修正の原因なんですけれども、まあ、いくつかの製品において生産トラブルがあったことがまあ主な要因でありまして、会社側としてはそのトラブルが解消されれば、まあ、売上も利益も戻るだろうというような見解を示していますが、まあ、短期的にはここは少し慎重に見ていきたいかなというふうに考えています。 ただし、あの先ほど申し上げましたとおり非常に技術の引き出しの多い会社でありますので、まあ、それをうまく活用していくことで、まあ、長期的にはまあマーケットの評価も上がっていくのではないかということを期待しておりりまます。す。はい、いありがとうございます、えっと、今の最後のです、ねまあ、長期的な視点でということで少しお話しいただいたんですがあの技術の引き出しが多いという中でいくと例えばこんなところに注目。 しているとかっていうとかかううころは簡単にありますかそうですそでね、まあ、あの先ほどの、まあ、プランティックというのも、まあ、食,食,食品の包材フィルムなんですけれども、まあ、同社は他にもエバールというあの食品の包材フィルム実はもうラインナップをもう一つ持っているんですけれども、まあ、ここのラインナップのうまく使い分けとかですね、まあ、こちらはまあ石油由来なんですけれども、まあ、石油由来のものとバイオマス由来のものと2つ持って まあ、用途を見ながらというか、使い分けていくというようなところを、あの、期待したいかなと思っています。はい。はい、ありがとうございました。原島さん、ありがとうございました。えー、続きまして、ザトゥエンティトゥエンティビジョンの運用状況について、イさんにご解説をいただきたいと思います。お願いいたします。 はい、2020ビジョンにつきましては冒頭お話ししましたように全体の上昇に比べると少し見劣りをしたというところですけれどもマザーズ指数も4%程度の上昇でそれに近いような感じになっていますが小型株がです、ね、実際に2020ビジョンでもマザーズの銘柄が28%ぐらいウェイトがあるというようなことでそういった結果にはなっていた月と。 まあダイナミックに運用するということでの現金比率につきましては、えーまあ、ほぼフルインベストメントをしてましたので、えー、現金を余したという感じはあんまりありません。でその中で、えー、組入れの上位10銘柄につきまして、えー、先月はですね、はいえー、その前の月かワークマンが新しく、はい ワークマンも実はずいぶん前から買っていたものが値上がりしてきて上位にこう入ってきたんですが、同じようにですね、ずいぶん前から買ってるんですけれども、新しくベストテンに入ってきましたのがえジャパンエレベーターと、うん、知ってます。ええ、知っ、はい、てます。保守の会社ですね。保守の会社。ねはい、あのまあ東京あるいは名古屋大阪行きますと本当にビルがもうたくさんまだこんなに立つのかというぐらいたくさん立ってますけれども、うん。 あのビルのエレベーターっていうのはそもそもあのそのビルを作ったまあ大手でえ大体8割ぐらいエレベーターに乗るとえ大体こう大手のメーカーがついてると思うんですが2割はですね実はあの大手以外のところでやっていましてでえマンションなんかもそうですけれどもえある程度年数が経ってくるとえ保守とかですねメンテナンスがすごくこう。 お金かかりますよ、ねうん、で、えー、マンションの組合でもいつも、まあ、問題になるところは駐車場とかエレベーターとか予算かかるところなんですが、うん、その時にジャパンエレベーター実はあの非常にあのコスト競争力もあって、うん、技術力もあるのであいみつを取った時に選ばれやすいんですね。うんうん 安かろう悪かろろうう悪は大丈夫なんですかじゃあそれはもう全然えなくてですね非常にしっかりして遠隔操作みたいなところも含めてですね非常に信頼度も高まってましてでえそういった中で今非常に業績がこう安定的にえよくなってきてるもんですからあ我々そういったところに注目をしてえずっと投資をしてきたというところで,でまあ株価も上がってきてえまあ上位にこう入ってきたというような状況に なっています。はい。はい、今後のじゃあさらなる変化に出ていくということですね。はい、はい。ありがとうございましたえ。では今後の見通しをお伺いしてまいります。はい、あの冒頭にですね、株式が9月買われたのは、はい、いわゆる相対的に他の資産に比べて魅力があるからというお話でしたけれども、はいはい、そうしますと今後の経済見通しですとか業績見通しから株を買うというのは難しいということですか。はい。 えっとですね、まあ、世界的な景気減速というのはこう足元で見ると、まあ、2017年のまあ中頃ぐらいからですね、えー、振り返ってみると少し減速を始めてまして、えー、まあそういった意味ではあのサイクルでいきますと、まあ、1年半ぐらいすで、えー、に調節経済停滞しているところがこうありますので、うん、じゃ今後どうかといった時にですね 最近例えば半導体関連の銘柄っていうのは非常に株価堅調だという状況なんですけれども実際に我々運用チームで取材をしてましても 5G の立ち上がりが後ろ倒しになるかなっていう懸念も以前はあったんですが。 着実に今来てて、いまして例えば中国からですね、5G の基地局の周辺に関するオーダーがたくさん来ていたりですとかあるいは 5G のスマホにですね、中国なんかでも来年の春節明けからは大量にこう切り替わっていくんじゃないかと。 まあいう,ふうに言われててまして、えー、実際にそういうオーダーがあの日本の関連企業にもかなりこう来始めてますので産業によって多少濃淡はえーあると思いますけれども 5G ってやっぱりインパクトが非常に大きいと思いますのでそういったものの動きがあの顕在化してきてるというところがです、ね、株式市場の中にって見てましても見て取れるということなので。うんうん あの急に経験が良くなるっていうことでもないと思いますけれども。 あのかなりですねまあ不安されてたような例えば一時こうリセッション懸念も世界中言われてましたけれどもまあそういう感じはないかなというふうに思っています。ですからうまく2020年からの 5G の,のこう立ち上がりのところにこうソフトランディングしていけばまあそんなにあの株価の下落リスクというのはないかなとでもちろんその米中の問題ですとかあるいはイギリスのブリクジットの問題ですとか まいくつかあのどちらかというと政治的な要因のリスクっていうのはありますので、まあ瞬間瞬間株価がこう振られるというところはあると思いますけれども、基調としてはこれからだんだん良くなっていくんじゃないかなというふうにえ思っています。でファンドロ運用につきましてはあのそういった見通しの中でま慎重にえ銘柄選択はしっかりと。 まあいうところをですね、まあ、継続していきたいというふうに思っていますので現金の比率もですねところどころ少し増ええー、と増やして、えー、たりというようなことを、えー、していきたいなというふうにありがとうございました。 投資家としてのちょっと心構えを次にお伺いしたいんですけど、はい、少しやはりあの短期的にねあのスポットで購入しているような方々は9月売りもあみたての,うう、はい、の方はあの変わらずに継続していただけたらいいと思うんですけどそういった少しスポットも考えているような方はどんなススタンスが望少しこう振り返ってみますと、まあ、個人の方でいきますと、まあ、税金の問題もあるので年初からっていうのがすごくこう大事になるす、はい そうすると、まあ、9月は例えば30ファンドもまあ7%ぐらい上がってるとあるいは、えー、2020ビジョンは年初から見ると21%を超える上昇してますので良、えー、かったっていう売りが出てる感じはあるんですけれども利益を確定するっていうこと自体はですね あの悪くはないと思うんですけれども当初はやっぱり継続していて初めてこうしっかりあの資産が増えていきますのでところどころ売却するっていうのは悪くはないんですがあの実は売ってみるとその後また下がったら買おうかなと思っている人が大体売るんですけどなかなかねあの下がって買おうかっていったらあのなかなか次買うのが難しいんですよね。だからそういった意味では あの積み立てをベースにしてまあ継続していくとあるいは途中売却したものについても、うん、ある程度こう下がったなという感じがあればあ,のあまりこだわらずにまたしっかり投資をしていくと、うん、まあいうようなことでやっぱり続けることが一番大事かなということはありがとうございました。はい では次にお知らせそうですね今後についてなんですけれども、はいえー、10月以降はですねまた、えー、私たちのまあ必ず定期的に起こっている三十塾ですとかそういったことも行ってまいりますまた実は今年ですね1年かけて全国を回る感謝の集いを行っております、はい、9月には仙台で行わせていただいたんですけれども、はい、どんな感想ですかそうですねあの。 えー、三連休の中日と、はい、いうこともあったんですけれども非常にこう温かい雰囲気で参加いただいた皆さんと一緒に未来について、うんえー、どういう未来が自分たちにとって、まあ、幸せか、うん、あるいはワクワクするかというようなことを。 みんなでこうワークショップで話をすると、うん、まあいうことをさせていただいてまして、うん、まあそういったことをまあ我々実際にあの最終的には投資にもこうつなげていきたいというふうにも思っていますし、うんうん、えこれから10月が福岡で11月が札幌とで12月は名古屋ということでえまあ渋沢と私で回るっていうのは あのそういった意味ではあの、はい、おじさん2人ですけど社員も行きますから是非お近くの方は来て頂ければというふうに思ってます。副題に 作りたいい未来っっててうのがワードが入ってるんですけどす、ねはい、やっぱりこうどうしても将来っていうとねこう不安みたいなことが真っ先に浮かぶんだけれども作りたい未来って考えるとすごくワクワクしますねっていう感想をお客さんからいただいて、はい、まあそういうすごくあのお交流もできるいい時間になると思いますので、はい、ぜひ。つながりがですねワークショップでやっぱりそうですよねっていう感じの光景がたくさん見られたりしてますので、はいはい、ご期待くださいはい。 で先ほど申し上げました三十塾ですけれども、十一月二十六日に。え代金工業さん、お迎えしまして、サスティナビリティレポートワークショップを行います。すねはい、はい、あのこれまでまあ統合レポートと言っていたものなんですけれども。代金さんに関しては今、今あの I. R. の方とサスティナビリティレポート分かれているものですから。今回サスティナビリティレポートに、注目をして、ワークショップを開催いたします。え募集開始しております。あの毎回満員御礼なる人気イベントですので、はい、お早めにお申し込みいただければ。 と思いますそれでは9月の運用報告は以上ですありがとうございましたありがとうございました